物語によれば人生とは幸せでなければいけないらしい。もしそうなら私の毎日は人生とすら呼んじゃいけないよ。ねえ誰でもいいの優しくして、うっかり勘違いするくらいにまだまだ捨てたもんじゃないなって、そう思っていないととてもじゃないけど、生きてゆくのは簡単でいきなり効果はるかに難しい。大事にしなくともほら私の命はとっくにも手放してる。カートゲームはもう積んだくはい、すでに僕らで下がない状態。それでも残り運10年の人生、一般の笑顔で生き抜け。素晴らしく本能がこんな世界に、はいダメだしだってもやめられないし止められない、止めたところでだから何。ああ毎日なんホームがもない、何の顔落ちたらさようなら。ずっとホームが流れたって誰の名前かはかもしないの。人生になんホームがもない、全機器じゃ不安で寝れる。ぽっかり腹ペタ落ちたって誰も気づいちゃくれないよ。人それ単体に価値なんてさあ。物語によれば人生とは完璧にかけ替えがないらしい。もしそうなら私の将来はもはや変えられない気がするんだ。ねえそれならいっそ閉じてしまおう。ああこれで解決、ハッピーエンサーさあどう解釈になみなさま。 Life has beautiful hope。それ単体に価値なんてさあ。ありがとう。